ゴム系の、ゴム系のゴム手袋で作業してると、ガソリンを使うとこうなんか最初ゴムの最初はゴムの弾力というかがあってピチッとしてるんだけど、だんだん灯油とかガソリンに浸してるとこのゴムの弾力がなくなって、なんかプラスチックというかゴワゴワしてくるね。それじゃ作業やりにくいんでしょ。そう、それじゃ作業やりにくい。最初ピシッとしてたけどなんか膨らんできてる。分かりにくいんだけど、一方このニトリルのね、ニトリル系のゴム手袋だとガソリンとかで触っても材質が変化しないから最初のまんまだよ。でさ、ほら、まあ人差し指はさ多分破れてるから灯油が染みてきたんだと思うんだけど、他の指は破れてないはずなんだけど、なんかね灯油入ってきてんね。もう一個の方は全然、ニトリル系は破れない限り絶対。え、めちゃくちゃ綺麗。うん、ちょっと両手写してください。あ、全然違う。なんかな、灯油が染みてくるのか分かんないけど、こっちの手袋だと濡れるんだよね、灯油でガソリンで。へえ。100枚入りで600円か700円ぐらい、ね、これねずっとあれば便利ですね。そう、便利よ。へえ、これ何作業するにもいいですね。そうだね、これおすすめです。コーナーとかでも売ってるけど、まあモータローの方がちょっと安いからいつもモノタローで買ってます。ぜひ使ってください。なんかソーセージみたいですね。え、ソーセージ。いやいや、変なこと言わないで。変なことは何が